こんにちは、ゆうです。今回はですね、こちらのちびみろすちゃんに、再利用していきたいと思います。はい。めちゃめちゃ早いですね。もう、近くに持ってきた瞬間、一瞬にして食いつくみたいな感じでしたね。早い。ちょっとね、今回はですね、このカエルの後に、人工飼料にもね、慣れさせたいなということで、人工飼料をね、与えていきたいと思います。チェーンでね、このまま与えられたらいいんですけど、ちょっとめちゃめちゃ動くんで、ちょっと難しいですね、チェーンをするのが。ちょっともう人工飼料がボロボロになっちゃいましたね。ちょっとチェーンで与えることできなかったんで、難しいですかね。ちょっと改めてカエルの汁をつけて与えていきたい。おお、めちゃめちゃ早かったですね。いや、やっぱ食べてくれる時は早いですね。でもやっぱちぎれちゃいましたね。ちぎれちゃうとちょっと難しいんですよね、与えるのが。さあ、やっぱなかなか食べてくれないですね、2回目は。ちょっと改めてカエル汁をつけ直して与えていきたいと思います。はいはい、食べてくれましたね。やっぱカエル汁つけると食べてくれるんですね、この子は。めちゃめちゃ餌食いいいですね。やっぱオスのこの子の方がちょっと餌は慣れるの早いですね。なんかすぐ人工飼料にも餌付いてくれそうですよね。はい、ちょっともう一個与えていきたいと思います。お、食べてくれましたね。カエル汁つければもう食べてくれるって感じですね。めちゃめちゃ動きますね。まあちょっとね、なんていうんですか、粘着力があるので、まあうまく飲み込むのが難しいんですよね。はい、だから方向転換するのもちょっとやりづらいんで、まあ、結構こう動かしながら食べるんですよね。めっちゃ動いてますね。取っちゃいましたね。やっぱなかなか人工飼料の味にはなれないみたいですね、まだ。はい、まあでもちょっとカエルの匂いはまだついてると思うんで、動かしてチャレンジしてみますか。なかなか気づいてくれないですね。お、食べてくれましたね。この匂いがね、この餌から出てるっていうのが気づいてくれればね、こうやって食べてくれるんですよね。やっぱ飲み込みづらそうですね、まだ。水分のね、濡らし具合が結構難しいんですよね、ヘビに与える場合って。はい、ちょっと無事完食してくれたんで、もう一個与えていきたいと思います。折れちゃった。はい、もう一回チャレンジしていきたいと思います。はいはい、食べてくれましたね。食べづらそうですね。やっぱちょっと水分量減らさないとダメですね、もうちょっと。はい、でも無事完食してくれましたね。はい、ということでまたこの子の動画上げていきますので、よかったらまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。